生ファラオのデカチャンネル。デカチャンネル。デカちゃん。ボアキ。お。いいね。セチル富里です。ありがとう。富里。青みランチ。青みランチです。本日は石川肉水ご飯セットプラスサラダプラス納豆。最高暴れ、はい、暴れです。ナイス暴れ。どうもドラゴンです。お願いします。あ、ドラゴンさん、これはあんかけゆず塩うどんそばか。おー、いいね。いきます。とミニ丼の、つけ焼き鳥丼。はい、サラダ。はい、はい、ね、それとほうれん草と鮭のクリームパスタ。いいね。で、俺もこの味噌焼き鳥丼、はい、です。スープ、はい、で好きな人で、あ、卵いいな。卵好きな人はボアキ。ボアキが好きです。ホットワードはボアキ。ボアキ面白三文字どうぞ。ボアキさっきにお熱です。はい、お熱です。お願いします。いただきます。おじゃー。温玉、生卵いつも入れないけど、ちょっと温玉にしてみます。いや、いいな。あ、温玉良さそう。温玉もあるんですね、そこ。温玉は分からん。これについてくる。これうまそう。まそう。いただきます。あ、めっちゃええやん。あ、いいな。これやば。視覚的にうまそうすぎます。温玉納豆うまそう。うまそう。ちょっと高い温玉の方が。やりすぎ。あんま値段変わらん。分からん。これ好きやね。サウザードレッシング。いや、オレンジの、オレンジっていうかピンクっていうか、焼き鳥丼にこれ卵は。なんなのその味方。いつ一番早いっすよ、これが。一番体に悪いですね、来てたらコメントで。なんか菌がどうってですね。うっせ、はい、菌に負けない体作りしてます。みんなうっせえよ、はい。肉すうまいな。肉すうまいっすよね、うん、大阪感じる。お前だけめっちゃうまかったな、うん、どう、パスタ巻いてる。懐かしい、はいはいさん。優しい味が。アンケート。送信だけしたかった。思い出した、すご。アンケートの送信。送信したって言った。送信してない。すごいな、思い出した。怖い気。マジで部屋3人一緒じゃないですか、僕ら。マジでずっと言ってんすよ。怖い気。音がいいんですよね。富澤とハマったワードずっと言うもんな。あんま自覚ないですけど。ボアキの前何ハマってたっけ。うん、なんだっけ。メンズポーチ教育厳しいって。いやね、一応厳しいって言ってる時だったちょっと静かになったと思ったら静かにすぎやすだとしたら。うん、まうめ、納豆うま。うま。なあ、それ丼に行ってのいいな。うまこれ。味噌やっちゃってる。うん。いい仕事します。風味だ。最強焼きみたいな。これ
ありがた食堂マジ最高やな、うん、なんかいつか青海に行けなくなった時青海思い出すんでしょうね絶対にそう絶対にそうドラマ狙ってるはいボアキどっから今来てんボアキすいませんすごいわ本当に謎すぎてすいませんドラマ狙ってるすいませんボアキボアキでもあれやボアキのなんか神保町の好きなタイプランキングみたいな3位、うん、いやボアキがとりあえずまず誰かっつったらそれも言ってないそうそうはしょりすぎる嫌すぎる神保町にいる2年目とか2年目2年目とかですか2、3年目の芸人で、はい、ニューハーフのはい、芸人女の子なんですけどもともと男の子で今女の子になった芸人でボアキって子がいるんですけど、はい、むっちゃ可愛いねんな、はい、すごい綺麗、はい、でそれでもうハマりまくってな、はい、でトミーが狛犬の YouTube か YouTube チャンネル見てて、はい、ボアキが芸人で好きなランキング、はい、かっこいいランキング、はい、なんなの好きな神保町でかっこいいと思う芸人ランキングが、うん、で見てておー、うん、見てると思って横行って第3位ヤンハラ石川って俺ですなんでなんでなんで石川さんの横で見てましたね、しかもほんまに何も知らんと見てない、はい、見てましたなんでなんでなんであーなんでなんでなんでは、いいなとかですあ、なんでとかどういうとこがいいって言ってましたけど、なんか なんか話して優しかったみたいな話の話とは話したことあるんだ、ね、喋ってたないろいろ聞いて、めっちゃ楽しかったあれか、サバイバルの時うん、知らんこと多いから楽しいな確かにな、うん、聞きたいこと多いよめっちゃいい匂い、いめっちゃいい匂いするよな、うん何系ですか？何っぽい？その普通に女の子の匂いだ、ね、うん花畑みたいなうわっ終ってた食いながらのポイントうわっボアキって言葉をおかずにして飯っぽいタッカッいつか相手なボアキそうやんなあんま合わんよなシャンクスでもそれだとこんなん言いすぎてマジであっとか全然喋らへんのじゃん、うん、俺さオンハローさんと一緒住んでて弱いどこ止める早っ住んでんだよあ終わった会話終わった、うん、すごいですねライブとか出てるボアキの TikTok トミーが見てて、うん、覗いたら、うん、町田がめっちゃ出てきた思うエヴァス町田さんがボアキの後ろでずっと踊ってるあれないし1回出たりとかちょっと出て2回じゃないですか4回出てましたよ町田さんコードにしました、ね、うん、重かった彼氏の感覚ぐらいこれ見ようによっちゃ彼氏にも見えるよ、ね、見えますよね、うん、なんかあんな髪型のカングル人いたらなんかヤンキーおらん町田みたいなあのタイプ好きそうやもんな、うん、そのボーキみたいな女のギャルの横にいる人って感じしますよねそうそう町田ってそんな感じしかもなんか半焼け具合がマジでそれちゃう彼女に好きな彼女にやってって言われてしょうがなきゃやってるなんだよカン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 
こうなってる。とか言ってる。ダンダンダンバン。じゃんじゃんバリバリじゃんじゃんバリバリ。最近流行りのやつ全部全部マッチョさんやってました。全部マッチョさんやってた。マッチョチャンネル。やばいかも。いや、うまかった。うん、俺もこれ買った。これ一番可愛かった。これいいっすよね。うん。ちょっとやばいかも。どう考えても。米結構残ってるよ。納豆と温玉で結構持ってかれたとかとかね。うん。確かに。あれってすごいねん。いや、その栄養あるとは聞いてますけど、そのあんまりそのドラゴンがどうとか言ってた。暴れって。暴れって言ってました。誰ここで集めて、違う、石川さんが暴れてました。ボーギが3位に選んだ石川さんが。いや、あのランキングさ、2位がソモアさんでしたね。違う、俺3位で、はい、2位ポールで、あ、そうだ、1位ソモアやん。そうだ、やばいランキングやった。俺そのランキングやりたくない。1位がソモアさんだ。ちっちゃい人が好きだ。小柄な人だ。ああ、2位ポールで1位ソマオ、やばいランキングやろ。ほら、頑張れって。これリオテすんな。オーディションでこれ。コアギの TikTok 出してくれ。撮らせて。出たら教えてな、はい、確かに共演っていうかあったら言ってほしい、はい、ストーリーとかで写真がそもそも、あ、ちょっと頼む、夢かなった、夢かなった、夢一番会いたい、ボアキ、あなた、あの人は何してるみたいな番組で、過去の先生とか同級生とか会える番組だよね、はい、あれ誰探してもらう、ボアキもったいな。パラパラパラのめくりとボアキ、もっと会えるって、会えるって、 MC 新助さんで、で幕上がったらボアキ、素敵やん、素敵やん、会いたい人1位ボアキ、2位サンマさんです。かなり会いたい。あ、もう食い終わった、みんな食いました、全然ごちそうさま、ちょっと待ってな、ちょっと待って、ちょっと待って、パンパン言えて、なんでセンスですか、一回大阪におった腹立つやつ、まあ、ちょっと待って、ちょっと待って、もうちょっといっぱい喋りたい、ちょっと待って、パンパンやから、ちょっと待って、やだな、すごい制されるのやですよ、だからやば、ちょっとあ動けへん、可能性まで、おお、いってる、いってますよ、俺ってやっぱ小食どう思うと思う、そんなことない、めっちゃ小食だと思う、ほんま、でも分かります、普通なんか食いそすぎて、ああ確かにそれあれ、はい、俺もさっきめっちゃ飲むそうって言われた、うん、梅さ食いそう、普通やんな、普通なんか、多分普通、俺少なくはないね、少なくはない、超ではないけど、あと言いすぎ、言える振ってる感出しすぎ、暴れとかめっちゃ大谷、ワクワクさせすぎしてるんですよ、最初に多分、食うぞこいつはという、青海っておかわりありやったっけ、いや、そうそうそう、そういうの、こういうの、こういうの、これでだから確認しただけ、どうなんやろって、うん、あんま確認だけなのよ、だから俺、富士の人間ではないから、わからなくて、私しかった、うん、俺ら前の勝ったらいけんちゃう、おかわりが、どうなんやろう思って、はっぷー、それ終わった、それ終わった、ほんまがっかりやねん、なんか早く、すっげえ
完全にごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。見てくれてるかボアキ。ボアキ、うん、頼むで今後。待ってるボアキ。ありがとうございました。ヒガちゃん、ハムナプトラ、高評価、チャンネル登録してくれてもいいんじゃねえか。